一つ聞きて。あんたさっき言ったよな、俺があんたの探求の最高の素材になると確信したって。ルキアに会った時から俺を見てたってんなら言ってみろ。一体いつそう確信したんだ。私は君が生まれた時から君のことを知っている。君は生まれた瞬間から特別な存在だった。なぜなら君は人間と。喋りすぎだぜアイゼン。お親父。後で話す。聞きてえことなんかね、今まで話さなかったなら理由があんだろ。だから待つよ。いつかあんたが話したくなるまで。一発の口聞くようになったじゃねえか。受け売りだよ。前に似たようなこと言われて随分楽になったのを思い出しただけだ。殴ってくれてありがとな親父。なんか帰ってきた気分だ。殴ったんじゃなくて頭突きな。そこ別にどっちでもよくねえか。